一角獣座 V838 星は一角獣座にある赤色変更星である。太陽からの距離はおよそ2万光年と推定される。2002年、新星らしき天体が発見され、爆発的な増光から短期間のうちに基地の構成で最大級のものに匹敵するくらい巨大化したと推測された。当初は、 典型的な新生爆発と思われたが、やがて全く異なる天体であることが明らかになった。造行の原理は明らかにはなっていないが、恒星が死ぬ過程での爆発や、連星系の恒星同士、あるいは恒星と惑星の衝突などいくつかの推論が立てられている。爆発後の中心性も急激に変化している。2009年には表面温度は 3270K、高度は 太陽の1万5000倍にまで上昇する一方、半径は380太陽半径まで縮んだ。爆発時に放出された物質は膨張し、分厚い青春人の雲となって、B 型の晩星をすっぽり覆い隠してしまった。2002年1月6日、一角獣座で新星と思われる増光現象が観測された。新しい変更性として、命名規則に従い、一角獣座、 V838 星と命名された。発見当初の高度曲線は神聖に似ていたので、近接連星系を形成する白色矮星の表面で相手の構成から降り積もった水素が熱核反応を起こす神聖爆発と思われた。そのため、一角獣座 V838 星は一角獣座神聖に千二とも呼ばれる。一角十座 V838 星は2002年2月6日には始等級が最も明るくなり6.75等級に達するとその後は予想された通り急激に暗くなっていったところが3月上旬になると再び明るくなり始め今度は特に赤外線でかなり明るくなった歌詞校では最初の増光前の水準まで暗くなっていた4月上旬になっても赤外線では 明るい状態が続いた。爆発後の高度曲線は、基地のどのような天体とも似ていない。一角獣座、V838 星と太陽系のサイズ比較。この星は、太陽高度のおよそ100万倍まで、明るくなり、極大時の絶対等級はマイナス9.8となって、銀河系内で最も明るい星の一つとなった。この増光は、星の外装が急激に膨張することで起こった。 パロマー試験用干渉計でも観測され、角直径は1.83プラスマイナス0.6ミリ秒と測定された。太陽からの距離を仮定してこの見かけのサイズを長さに換算すると、その半径は観測された赤外線のスペクトルと計算で再現したスペクトルを比較して求めたサイズと整合性がある結果となった。より精度を上げて推定した。 距離 6100pc に当てはめると測定された角直径は太陽半径の1200プラスマイナス150倍に相当する。増高した時から膨張したとするとたった数ヶ月でここまでサイズが大きくなったのは異常な速さである。熱力学の法則により膨張するガスは冷却されるので構成も膨張すると温度が低下し赤くなる。実際、 この星のスペクトルは短期間で G、K、M と変化し、ついには褐色矮星を示す L 型に似ていると報告された。本当に L 型だとすると、一角獣座 V838 星は史上初めて見つかった L 型超巨星となる。数は少ないが、一角獣座 V838 星と類似点のある増光現象は他にも存在する。 1988年、アンドロメダ銀河で爆発的に増光した赤い恒星が発見された。その恒星は M31RV と名付けられ、極大時の高度が太陽の75万倍にまで増光し、その後検出できなくなった。1994年には似たような増光現象が、今度は銀河系内で発生した。銀河系内での一角獣座、 V838 星の位置、出展、NASA、餌発見後すぐ、一角獣座、V838 星の位置に、爆発以前に、ガイド生成表や、IRAS カタログへ記載された天体が、同定され、にマスなどの観測データがあることも分かった。増光前の観測データと、増光後のスペクトルなどを総合して、太陽よりやや小さく、典型的なものより、 だいぶ暗い F 型主系列性と推定されたが、増光に伴って発生した光の小玉現象を正しく解釈できなかったことにより、距離を2000から2600光年と見積もったことに基づく結果であった。より正確な推定によって、一角重座 V838 星までの距離は約2万光年と求められた。この距離が正しいとすると、この構成はもっと大きく、 太陽よりかなり明るいことになる。質量は太陽の5倍から10倍と見積もられ、高度も太陽の550倍から5000倍となった。爆発前の半径は太陽のおよそ5倍で、表面温度は4700から3万系程度あったと予想される。また別の説では、仙具天体である構成は太陽のおよそ65倍もの質量を持つ大質量の超巨星で、 年齢も400万年程度でしかないと予想されている。一角獣座 V838 星のスペクトルは、潜入天体の傍らに高温で青い B 型、主系列性の晩星があることを示している。潜入天体は、晩星よりもやや質量が小さく、主系列段階に入ったばかりの構成である、可能性もある。晩星の観測された明るさを理論値と比較すると、 成形までの距離はおよそ3万3千光年と大きめに見積もられる。光の小玉の拡大を示す画像。出展、NASA、エサメディアを再生する、一角獣座、V838 星を取り巻く、光の小玉の進化。新星や超新星のように、急激に明るくなる天体では、光の小玉という現象が起きることが知られている。 中心天体から周囲に放射された光は、まず最大経路で観測者へ直接届いて観測される。もし天体の周囲に静涯物質の雲が存在すると、放射光は静涯物質で散乱や反射を起こすため、より長い経路を通って直接光よりやや遅れて観測者へ届き観測される。この時、観測者には天体からの直接光の後に、 天体の周囲に徐々に周囲の散乱光が見えるため、あたかも中心天体からの生還物質が広がっていくように、さらには円環状に広がっていく構造が高速を超えて拡散運動しているように見えてしまう現象である。しかし実際には物質が高速より早く動くことはありえない。一角獣座 V838 星で観測されたこの現象は、 ハッブル宇宙望遠鏡により詳細に観測、記録されているが、それまで前例がなかった記録であったため、一時、中心天体の生漢物質が超高速、運動しているとの誤認を生んだ。画像からは、球状のゴミの殻が恒星を中心に膨張しているように見えているが、幾何学的にも、中心天体から観測者へ向かう、光の経路は、これを二つの焦点とする膨張しない、 楕円体の面上で反射する光の未踏距離であり、この楕円体よりも外側の生漢物質が徐々に中心性に照らされていくのを観測者が観測しているだけである。なお、中心性を取り巻く雲が中心星自身とどのような関係にあったかはまだ明らかになっていない。もし関係があるならば、2002年の増行以前に中心性から爆発などで放出されてできたものと、 考えられ、2002年の造光が、単発の崩壊現象によるものであるとする説を否定することになる。一方、一角獣座 V838 星系は、非常に、若く、星が形成された星雲の中に、未だに止まっていることを示す証拠があり、照らし出されたのはその名残の千雲星雲だった、可能性もある。爆発でははめ、短い波長の光が放射されており、 ハップル宇宙望遠鏡の光の小玉の画像でも、外側の円が青みがかっているところに、その痕跡を見ることができる。一角獣座 V838 星の爆発的増光現象の原因についてはいくつか異なる説が発表されている。一角獣座 V838 星の増光は、とても異常な新生爆発であるとする説。しかし、この成形が、 通常は若くて質量が大きい B 型星を従いていることからすると可能性は低いと思われる。戦具天体が白色外星まで進化し、そこに十分な水素が膠着するほどの時間は経っていないと考えられるからである。一角獣座 V838 星は全近巨星分子段階以後の今まさに死を迎えている構成であるとする説。この場合、 光の小玉によって照らされた、星雲状の構造は、本当に恒星を取り巻く青春人で、以前に似たような爆発が起きた際にできたと考える。爆発的な造光は、いわゆるヘリウムフラッシュであり、核の周りでヘリウム核融合が暴走するが、星の崩壊にまでは至っていない。しかし、この場合も、万星の B 型主系列星の寿命のうちに、戦具天体が、 ここまで進化できるかという問題はある。また、中心性の周りの角状構造も、内側は非対称に過ぎ、外側はサイズがあまりに大きく、全近巨星から放出されたゴミとはとても思えない。一角獣座 V838 星は、非常に質量が大きい超巨星であるとする説。その場合、造工は、構成の核の外側にある。 ヘリウム層で爆発的に核融合反応が起こる、いわゆるからヘリウムフラッシュと考えられる。非常に質量が大きい構成は何度もヘリウムフラッシュを起こしながらウォルフライエボシへと進化し、その間に主系列時の質量のおよそ半分に及ぶ大量の物質を放出するので、青春人の層が見えることも説明がつく。一角重座。 V838 星の位置は銀河系円盤の端に近いので、一般的に星形成が活発でなく、非常に大質量の構成が誕生することはあまり期待できない領域である。しかし、ループラクト44や NGC1893 といった非常に若い三回星団が銀河系中心からそれぞれ 7KPC、6KPC 離れた場所に存在する例もあり、可能性はある。 しかし、この説だと、爆発前のウォルフライエ星は、表面温度がおよそ5万 K になるが、それほどの高温にもかかわらず周囲のガンスが、電離していない点に矛盾があり、増光前に観測された15等級という明るさも、暗すぎると指摘されている。一角重座、V838 星は、再生全近虚星であるとする説。あと前巨星分子の場合と同様、光の原理は、 ヘリウムフラッシュだが、全近巨星分子からの進化ではなく、白色矮星が復活して、再び核融合を起こすようになったもの。これは、桜井天体やや在富士由などで起きることが知られている現象である。この説ではさらに、複雑な高度曲線や一角獣座 V838 星と桜井天体との違いを説明するため、最初に再生した。 ヘリウムフラッシュの放射を受けて、万性の質量放出が増加し、それが再生前近巨星に膠着して爆発を起こしたと考えた。しかし、この説でも実際より、かなり暗くし必ず、また短期間でガスが膠着して爆発を起こすには、万性が遠すぎるとされている。一角獣座 V838 星の爆発的増高は、 合体爆発と呼べる現象が原因であるとする説。この現象は、太陽質量の8倍程度の B 型、または、早期 A 型の主系列性に、太陽質量の0.3倍程度の前種、系列星が衝突、合体したと考える。この説は、一角重座 V838 星系が、とても若いと思われること、多重連星系は、力学的に、 不安定となりやすく、このような現象が起こる、可能性があることから、最もらしいと考えられる。低質量の番星は、離心率が非常に高いか、重力相互作用によって主星に向かう、要光点軌道を曲げられたと予想される。計算機シミュレーションでは、膨張する外装の物質の大部分は、小さい番星に由来する結果となった。またこの説では、 衝突が一回だけではなく複数の段階を経て起こったと考えることで爆発後の高度曲線の変化と三回曲大が現れたことも説明できるとした。この説はごく単純化したシミュレーションを成立の根拠としているので現実にこの現象が起こり得るかよし詳しい検証が求められるものの観測された現象を説明するのに最も破綻が少ないということで 多くの支持を集めている。合体爆発説と似ているが、戦具天体に衝突したのは巨大惑星であるとする説。惑星が恒星の大気に突入すると、惑星の運動は恒星大気によって減速する。惑星が恒星大気のより深い場所まで到達すると、惑星と大気との衝突がより激しくなり、巨大なエネルギーが急速に恒星の中で解放される。当初は、 3回の増高を3つの惑星の捕獲で説明していたが、後に1つの惑星が3段階に分けて構星に突入しても説明できるとした。母星に飲み込まれた惑星は母星の核近くまで突入し、重水素の核融合が始まって、急激に膨張する。この説では母星を赤色巨星と考えるので、実際に観測された爆発前の一角重座。 V838 星とは合わない。一方、銀河系内で、一角獣座、V838 星のように質量の大きい、恒星が惑星を捕獲して爆発する現象は、1年あたり0.5から2.5回程度発生すると予想され、恒星同士の合体より発見の可能性は大きい。共通外相が形成される時の急激な増光現象であるとする説。 合体爆発説はこの説の一形態と考えることもできるが、こちらは主星と万星が完全に合体しておらず、主星から万星に巨大な質量移転が起こったことで爆発的に増高したと説明する。しかし、この現象が始まる時には、主星がロッシュローブから溢れるほど膨張したと考えられ、惑星捕獲説と同様に増高前の主星の状態に疑問が残る。 ありがとうございます。